ろしです。どうもサクサクミルク赤崎です。どうもひふみかじです。よいしょ、はい、というわけでいきなり着丼しました。麺屋トリガさんでございますが、まずはねメニューから見てください。はい、二郎肉増し野菜増し増しニンニク増し増しとサービス煮卵ということなんです。あ、もう二郎って言うが、そうなんとですね、このようにフォークとスプーンなんです。ええ、なんすかこれ。とどういうこと。まあまあ見た目はねものすごい豚が入ったお店でございますが、そうですね、こちらをご覧ください。はい、なんと二郎系パスタなんです。あ、おえー、スープパスタ。そうなんですよ、スープパスタなんですこれ。でまあじーっとねこれ見てほしいけど、メニューももうしっかりとした、もう、はい、あー本当だ。そうそうそう、さまざまなパスタが取り揃ってまして、お店外観も完全なパスタ屋さんです。完全にパスタ、完全にパスタ屋さんなんです。へえ、ちょっと引きのね図もご覧ください。あ、錦糸町駅からと徒歩5分とか、店長さんがもうねジロリアンなんだけどパスタ屋さんなんで出しちゃったという。ああ、なるほど。早速いただきます。これございますね。おっとっと、食べそう。肉すごいな。肉すごいんですよ。もう本家顔負けのお肉入ってますけども、スープはね鶏や魚で出汁を取るという旨味の強い醤油系のお味でございます。本来レンゲですくうところをスプーンで。スプーンでいくんですね。おしゃれですね。おしゃれなんですよ。お、豚も。お、柔らかそう。こういった食べ方をするんですね。肉厚。おう、いや全然違う。あ、ウヒーおう。めちゃめちゃ噛み心地がいい、ね。そうそう、一口サイズで口にほぐり込めるのもこれ新しいですね。これね、でこういった豚にやっぱりこのアフタースープをこれで食べていきますけども、なんかスプーンであのスープ飲んでるのになんか違和感があるよね。なんかわかんない。いやまあまあいつも練乳ですから、ね。そうそうそう、ね、うん。でまあ野菜なんだけども、もやし7対キャベツ3の黄金冷ややくたでございました。なるほど。それもすごいこだわってました。バランスよく、いい野菜が入っておりましたよ。そして麺の出し方もやはりパスタなんでね、巻いて、そうそうそう、もうエクステみたいに巻いていきます。巻いていく。デュラムセモリナ種のやつ、やつってスパゲッティーニかな。 1.6 ミリだとスパゲッティーニという名称になる。あ、そうなん。そうなんですよ。これスープがねパスタによく合うようにちゃんと工夫されたこう、作り方になって、確かに、ね、絡むのかなっていう疑問はね。あ、そう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 、だからいろんなね出汁が入ってる。ただスープパスタってこうやって食うんだっけか分かんなくて、だいぶがっついてるけどね。もうすすってるけど、どうだったかな、どう食べるんだっけなって。で鶏肉も、入ってるんですね、入ってる。そうなんですね。自分でこれあの発言してますけども、そう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 、プリプリ鶏でえめいというか、ね、豚も鶏もどっちも入ってる。うまーっつって、めいうまーって気分によってテロップと当てなかったけど、麺量は凄まじく多いです。あ、そこはやっぱり二郎系ということでございますけども、ニンニク、ニンニク多いな。大量に用意してありまして、もう看板にももうねデフォでニンニク入っちゃってる。デフォ、デフォで入っちゃってるね。いつものようにニンニクシャワーをしていきますけど、よいしょよいしょ。あー美味しそう。ニンニクパスタも好きな私にとっては最高の組み合わせです。まあね、ペペロンチーノとかもあるからね。ペペロンチーノね、トマト系のパスタにもニンニク入れてくださいってあえて言うから。お店、ね、あー赤星はもう、そう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 。でまあ油、これラードはねお店ないんだけども、肉から染み出した油でこってり系になりますんで、あーいいですね。そこはご期待くださいということで、おっと、醤油です。もう醤油、醤油、まずはちょっと大さじ1杯をね、パスタに醤油をぶっかけるってなかなか見れない光景だけども、これがですね、和風パスタともちょっとまた違う、オリジナルな未体験ゾーンが体験できるということなんですね。さらにも出た、出ました、SL ジャパンブラックペッパーミル付き、見たことないね。まあ、パスタ屋さんならではのってことなのかな。ゴリゴリタイプ、ゴリゴリタイプ、ミル付きだからね。なるほどね。まだまだ、さらにまだ、SL ジャパンヒマラヤピンクソルト、岩塩だ、岩塩、ギャリギャリ、ギャリギャリっていうこんなん5年に1回食えるかどうか。いやそうなの、ヒマラヤ岩塩なんてね、塩分やば、気づきました。ねえ、深みが違うからもうね、ブラックとピンクで、しかもミルも入ってる。ミルって何なんだろうね。ミル何なんですかね、ちょっと分かんないんだけど、ミクの、いや、ミル、ミルです。いや、ミクになって、肉です、肉です、肉ね、ごめんなさい。初音ミクの初音ミクすいません、ミスりました、すいません、なんだかわかんないけども、あ、そう言ってる間に煮卵、これサービスなんだ、でかいな、サービス煮卵ですね。でかっ、
この食べ方もなんかあまり見ないですよね。合ってんのか。最後に煮卵をぶっ刺すっていうね、品川店ぐらいの引き締まり煮卵で、煮卵にも引き締まりって引き締まり煮卵です。完全にこう半熟ではない。半熟ではない、がっつり系。あ、いいですね。そうなんですよ、引き締まり系ということで、スープもねがっつり飲んだ後は、鶏ガチャということで、鶏ガチャ、ね、一見鶏ガチャがウーロン茶にね見えた字面だったけども、うん、中身は麦茶ということでございます、うん、麦茶だったんですね。麦茶でした。ということで、おっと簡易ドライ簡易、すごい。いやー、パーフェクトなうまさねえ、うん、美味しかったです、うん、ということで、麺量89、野菜81、肉欲も93にしました。もう87です。なるほど。ということでね、新しい挑戦をされてるビアドリアの、急にねお邪魔してすいませんでした。もうそうだけど、いつもそうだよ、ね、本当にアポなしで行くからね。当日取るからね、お店で。そうです。電話したとなんか大掛かりになっちゃう。まあまあ作業されてるから、ね、そうそうそう。というわけで、美味しかったブオーのブオーごったんです。